新年明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。今年の抱負を最初に言っていきたいと思います。今年の抱負は、スペイン2部に行くことです。2020年、しっかり準備してきた、年なんで、その貯めてきた力をね、覚醒という形で夢を2021年叶えたいと思います。絶対叶えます。そしてこちらが、僕三重県出身なんですけど、伊賀の組紐の方が僕が日本代表になるようにと、日本代表カラーの靴の紐ですね、作っていただきました。本当に感謝します。いろんな方に支えられて、応援してもらえてスペインでサッカーできてるんですけど、本当にいつもパワーをありがとうございます。2021年は、皆さんのパワーをいただき、誰もが予想しないであろう出来事を起こせたなと思い、僕自身も、2020年にしっかり奇跡が起こる準備をしてきたので、今年は夢を叶えるために精一杯頑張りたいと思います。今年も1年よろしくお願いします。でなんですけど、ただいま僕ちょっと軽く怪我してるんで、怪我してる間はリハビリの動画しか上げれないんで、リハビリ動画中心となりますが、飽きちゃわないように頑張るので見ていただけたら幸いです。今年は覚醒ということで、しっかりドリブルでギュギュギュッとね、スピードに乗ったドリブルを皆さんに見せていけるように、しっかりリハビリを頑張っていこうと思います。どんな時もポジティブに自分らしく笑顔で頑張ります。お偉いさんからいただいた言葉で、 0.5 秒速くしたらもっと良くなるよって言われて、この 0.5 秒っていう意味をすごい今感じさせられて、もちろん判断であったり怪我のリスクだったり、 0.5 秒変えることは難しいですから、それを変えながら覚醒して、そして夢を叶えたいと思います。今回の動画は元旦が今日なんで、1月元旦から1月7日までの1週間のリハビリ動画ですね。つまんなかったらもう消してください。でも見てくださいということで、どうぞ。1月2日土曜日です。午前8時です。今日は10時から練習なので、朝ごはんをしっかり食べてストレッチして準備したいと思います。はい、朝ごはんです。こちらリンゴと、牛乳温めてコーンフレークとバナナ入れて、蜂蜜も少し入れました。で忘れてましたが、しっかり朝起きて200ml 水飲んで、練習に備えたいと思います。1月2日日本はみんな休んでると思いますが、しっかりいいスタート切れるように頑張ります。ではこんにちはこんにちはこんにちは友達アミーゴ。彼はスペインの2部でプレーしていました。けどリスペトアティ、よろしくペトアティ友達友達グラシャス、ありがとうありがとうペルフェクトカポネス。レアルの試合を見ながら、明日スタメンのはるか選手と共に嬉しそうです。今10時50分ぐらいです。スペイン語の単語を覚えて
眠たくなったら見たいと思います。今日もお疲れ様です。それではバイバイ。おやすみ。おはようございます。1月3日、日曜日です。今日は12時から試合があって10時10分に家を出なきゃいけないので7時半に起きて今からスペイン語勉強します。頑張ります。¿Tu rodilla? Ah, mejorando. Muy bien. Muy bien. ¿Una semana? ¿Dos semanas? No lo sé. No lo sé. Poco a poco. Poco a poco, gracias. Gracias. Haru, debut. Sí. ¡Vamos, Haru! ¿Quieres tu debut? Ah, yo quiero. Pronto. Mi gol. Por ti. Eso. Hoy la llamo para mañana. Bueno, te dejo, ¿no? O pondrás el palo. Con mi mamá tiene aquí. ¿Ya ves? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Qué es lo que está1月3日日曜日の1日が終わりました。昨日メンタリストの大吾が朝一に重めのポジティブなことをすると1日が充実するよということで今日から朝一にスペイン語することにしました。その後ご飯食べて、試合を見に行きました。ホームだったのでしっかり1時間リハビリして、でその後チームの応援をしました。そして春が今日デビューだったんで、そこもしっかり応援して、春がデビューおめでとうございます。僕自身も自分に向き合ってリハビリもね、自分が復帰して、デビューしている姿を考えたらめちゃくちゃ楽しくてね、モチベーション高いですね今。自分ができることも分かってますしピッチで、そこに向けて皆さんにいいプレーできるようにしっかり自分と向き合って、ポジティブに毎日頑張りたいと思います。ってな感じで1月3日は終わり。ちょっと単語死ねます。はい、1月4日月曜日です。今からオビエドの町に行ってカメラのこうやってなんていうんですかこれ三脚みたいななんていうんですかこれこのあれとランニングシューズあれば買いたいと思います。家から駅までめちゃくちゃ近いんでこんな感じの街並みですね。はい、てな感じでオビエド行ってきます。I already know better 24K got nothing on me Make you want it forever Try to play a game but you don't play for keeps Messing with a girl from me はい、ランニングシューズとストレッチマットとトレーニングに必要なものを買いました。あとはセルフィーみたいなやつはあったんですけど三脚セットみたいなやつがいいんでそれ探していこうと思います。無事ランニングシューズとセルフィー買えたんでセルフィーなんかヘボいやつしかなかったんですけど三脚ついてるやつ店員さんに勧めてくれてちょっとスペイン語聞けるようになったなっていう実感もしました。ってな感じで今からジムに向かいたいと思います。
isn't a ghost, so don't try. I'm top of the shelf, but you up to sell to somebody else. It's too late, don't really care about all your mistakes. You were out of your league in the first place. Not even surprised that you let me down, down, down. I gave you too much honestly, and you closed the door. 1月4日、夜の11時、今日からランニング始まって、痛みもなく久々動いたんで、ちょっと疲れました。めっちゃ楽しかったですね。サッカーできる喜び、体を動かせる喜びを、味わうことができて楽しかったです。復帰した時にいいプレーできるようにサッカーを軸に生活していきたいと思います。勉強も明日は頑張ります。はい、1月5日火曜日です。今日はチームがオフだったんで動こうか迷いましたけど、僕もオフにして体を休めました。今日は特に何もしてないですね。スペイン語をちょっとして、スペイン語のドラマ見て、寝て起きて寝て、こういう日もありかなって感じですね。明日からまた気合い入れ直して頑張ろうと思います。チーム明日試合なんで、しっかり応援して自分もいいリハビリしたいと思います。取ってきて、まだ自分の性格隠し手とかあるんで、取りながらちょっとずつ出していこうと思います。おはようございます。1月6日、水曜日です。今日はチームが試合なんで、しっかり応援して、自分も楽しんでリハビリ頑張りたいと思います。言い忘れました。今日から毎朝散歩を始めたいと思います。ではリハビリへ行こう。Been nothing more than friends this whole time. Summertime's keeping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand. But there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling if you feel it, baby. I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever.Stay friends forever. はい、こちらが世界2位の豆です。豆ですか、これは。豆です。めちゃくちゃうまいです、これ、見た目の480倍うまいですね。あ、うまい。お肉もな、美味しいんですよね。1月7日木曜日です。今日はこの1週間勝手に一人で密着企画最終日ということで、最後楽しんで1日過ごせたらなと思います。やっとちょっと明るくなってきましたね。今日も1日頑張ります。日本の皆さんも頑張りましょう。We don't gotta stay friends forever. No, no.
ご視聴ありがとうございます。スキップしながらここへ飛んでしまった方、全部見てくれた方、感謝します。この広大な地アースフリアスを舞台にスタート地点として世界へ羽ばたけるように楽しんで笑顔で頑張っていこうと思います。この1週間企画を通してちょっと今故障してるってことでリハビリ中心の動画になっちゃったんですけど、企画を通して僕もスケジュールなどちょっと改めてみたいなと思いまして、いろいろ試行錯誤してきたんですけど、だいたい夜の11時に寝て朝の6時半くらいに起きて散歩に行く、そして勉強するっていうルーティーンが自分の中でこの動画を通して作れたので、僕が成功するまで継続して頑張りたいと思います。張り上がっていく姿を、この YouTube を通して発信していこうと思います。少しでも応援したいなとか、この動画良かったなって思う方があったら高評価とチャンネル登録お願いします。目標や夢に向かって日々努力して皆さんと共に一歩ずつ進んでいきたいと思います。今回はこの動画で終わります。ありがとうございました。